CGS をご覧の皆様、こんにちは。神谷宗平です。本日も目から鱗の日本の歴史、小柳さんと共にお送りしていきたいと思います。小柳さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日は第3章第9話ということで、はい、危機の編纂と大仏建立ということで、はい、いよいよ古事記、日本書紀が作られる時代になってまいりました。そうですね。はい、要するに日本っていう国をもう一回見直していこうじゃないかという、はい、まあ、西洋で言ったら大ルネッサンス運動のようなものが起こったのが実はこの時期なんですね、はい、うん、この中で、前回大宝律令があったんですけど、はい、大宝律令が西暦701年、この701年から天皇に就任されたのが第45代の聖武天皇の時代だったんですね、はいはい、でこの聖武天皇が大変こう仏教を信仰されて、うん、で奈良の大仏が築造された、はいはい、という話になるわけです、はい、私の、まあ、家から近い奈良ですけど、まあ、近いのは1時間ぐらいですか。まあ、大仏をご覧になった方も多いかと思うんですけども、はい、まあ、この絵はねちょっとかなり大げさで、はいはい、大仏 のこの下のところの人間の姿がえらい小さいんでこれで見たらどんだけでかい大仏像だってなっちゃうんですけども、はい、まあ、いずれにしてもやっぱり大きな大仏像であることは間違いないですよね、はい、これ今何代目かの大仏なんですよね。大仏殿はもう何代か変わってるんですよね、はい、流されたりして大仏殿のことですね。大殿、ごめんなさい、はいはい、鎌倉のにも大仏ありますけど、ね、はい、大水が来た時海に流れた、はい、そんなのもありますよね、はい、まあ、でも本当にすごいもの、本当にすごいものを作ったなと思うんですけれども、はい、実はですねこの奈良の大仏に関してなんですが、はい、斎藤武雄先生がねこの事業づくりジャパンっていうので、はいはい、日本を好きになる事業、素晴らしい本ですよね。すごいんですよ、はい、私も実は根津さんのブログで知りました。はい、いや本当にねこのね斎藤武雄先生ってもうまさに愛情豊か で、はい、でその授業を作る、はい、僕は斎藤先生と知り合いにさせていただいて初めて知ったんですけど、はい、先生方は授業を行ってるんじゃないんですね、はい、授業を作ってるんですね、はい、どうやったら子どもたちに理解させることができるかっていう、はい、うん、それを本当に追求してらっしゃって、はい、それがこう歴史の授業の中でこう集約してる、うん、実はこの本の中にこう大仏に関してものすごく面白い話があったんです、はい、それをですね、はい、ちょっとこうご紹介したいと思うんですけど、はい、じゃあ皆さんにもクイズでね、クイズなんですよ、はい、これなんですね、この奈良の大仏が作られた8世紀の初めの時代、うん、はい、この時の日本の総人口は600万人でした、はい、ここに書いてありますね、うん、でこのうち貴族が1000人いました、はい、さて聖武天皇の呼びかけに応えて奈良の大仏建立のために、銅などの寄付をした人は当時何人いたでしょうか、はい、A1000 人以下、はい、B1000 人くらい、はい、C1000 人以上、はい、さて皆さんいかがでしょうか。これね、はい、貴族の人数が1000人、人口が600万人、はい、はて、まあ、人口600万人ということは世帯数からいくと、うん、まあ、かなり数減りますからね、はい、多分100万切る、うん、まあ、当時は大家族制ですからおそらく世帯数で言ったらもう70万世帯とかそんなもんじゃないかと思うんですよね、はい、うん、でそういう時代に、はい、さて大仏殿建立のために寄付をした人の数、はい、答えいきますか。答えいきましょう。せーの、ドン。こちら。はい。372,075人。すごいですよ。これ、この5人単位まで出てるのがすごいですけどね。ね、この時代にね、はい、もうここまではっきりと分かってる。はい。しかも37万人ですよ。うん、20人に1人以上ですね。そうそう、はい、で、おそらくまあ、ご夫婦とか、はい、おそらく世帯単位で行っていると考えると、うん、先ほども言いましたように当時の世帯数が70万前後だったんじゃないかと思われるので、はい、およそもう全国で2軒に1軒は、はい、まあ、2軒に1軒ということは、まあ、かなり貧しいところなんかは、はい、寄進に応じてないケースもあったでしょうから、はい、ほとんど普通に生活をしている世帯は、はい、ほぼ全員、うん、これでもすごい私 NHK かなんかのドラマじゃない番組で見たんですけど、はい、やっぱりその中心になるお坊さんがずっと回ってですね、そう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 、集めていくんですよね、はい、寄付を。そうなんです、うん、でこれもまたすごいですよね。で同時にこの時代に起こったこととしてもう一つあるのは、これまた、機会を改めてお話しますけれども、はい、仏教がそれまではつまり聖武天皇の時代までは、うん、あくまでもその貴族のためだけのものだったんですね、はい、うんうんうん、ところが
この時代からあの仏教が一般庶民にまで広がっている、はい、ということが起こるわけです、はい、そしてその貴族あの1000人しかいなかった貴族の時が、まあ、仏教を信仰したっていう時代から、はい、全てのこう民衆の中に仏教というものが定着していく、はい、そういうふうに時代が大きく変わっていったというのが、はい、まさにこの時代だったわけですね、うん、もうこれ、はい、ある意味まあ宗教革命といっていいぐらい大きな動きがあったわけです、はいはい、でそういう時代の中にあって、はい歴史書が、はいはい、712年720年に、はいまず古事記が編纂され次に日本書紀が編纂された、はいよく引き合いに出るのはここに書いてありますように古事記は3巻日本書紀は、本文だけで30巻ありますよとか、はい、からあの一番最後の終わりのところが、古事記は推古天皇で終わってるけれども、日本書紀は第41代の持統天皇まで言ってます、はい、あるいは書いた、古事記は秀田のあれが口頭で言ったものを、はい、王の安丸が書き留めた、はいまあ、要するに、まあ、簡単に言ったら2人で作ったのに対して、はい日本書紀は当時のもう時代を代表する学者さんたちが勢ぞろいして、はい、でなんと約40年かけて編纂したと、はいうんまあ、こういうふうな違いがあるんですよっていう話はよく皆さん聞くと思う、はい、よく聞くと思うんですけれどもただですねこのあと出来上がった後に、はい、古事記は実は秘密の書になるんですね、うん、これ神の書だから普通の人は見ちゃいけませんってあるんです、はいで一般に見せられるのは日本書紀になったんです、はい、なぜそんなことが起こったんでしょうか、はあ、また面白い問いですね私日本書紀はやっぱりその外国向けに書かれたものだから、はいまあ、広く知らしめるために日本書紀は作られていたということは分かってるんですけど、はい、古事記がなぜ広められなかったのか考えたことなかったですね。内容が間違ってるからですか。いやそんなことないと思いますはい古事記は神の書とされたということは、はい、内容間違ってるわけじゃないわけですよね、うん、大事なことが書いてあるわけですね、はい、で大事なことが書いてある古事記に対して日本書紀はじゃあ大事なことが書いてないのかといったらそんなことはないわけで、はい、ただ大きな違いとしてあるのは古事記は全部漢字で書かれてるんですけれども、はい、ただ漢文ではないんですね、はい、万葉仮名みたいな万葉仮名と漢文が混じったみたいな、うん、そういう記述になってまして、はい、漢字漢文の分かる人が古事記を読んでも意味分からないんです、はい、もう暗号にしか見えないんです、うん、でこれに対して日本書紀っていうのはまさに綺麗な漢文で書いてあるので、はいではい、当時の世界共通語っていうの、はいまあ、グローバルスタンダードは漢文だったわけですから、うん、日本書紀は世界中の人が読むことができた、うん、一方古事記はもう日本人しか分からない、はい、しかも日本人の中でも日本書紀を学びあるいはか漢字その中国のいろんなその文物を学び、はい、そして政治的にも一定の地位を得て、うん、で、役職も経験をし、はい、で相当高いレベルになってこの人なら見せてもいいよってなった人しか古事記は見せてもらえなかった。そうなんですか、はいはい、でなぜそうなるのかっていうのは実は当時のこれ日本だけじゃなくて東洋社会全体がそうなんですけれども、はい、こう東洋社会共通の一つの文化なんですね、うん。でこの文化どういう文化かというと一番大切なものは見せない、はい、例えば、初めてお会いした人、まあ、初めて人と人とが会えばお互いに名前を名乗ります、はい、名前を名乗るときに高貴なお方身分の高い人は本名を名乗らない身分の低い方は本名を名乗らなければならない、うんうん、逆に言うとその身分の低い人が、2人が出会った時に片方が本名を名乗り片方が本名を名乗らなければ、はい、この人は身分の高い人だということは自然と分かるというふうに実はなってるんです、はい、でこの話はですね実は古事記にちゃんと出てるんです、はい高間ヶ原を追われた佐野が、はい、大和のおろじ退治するじゃないですか、はいすね、でおじいちゃんおばあちゃんと、はい、それから娘さんがいて、はい、娘さんがで娘さん真ん中にしてじいちゃんばあちゃんがビービー泣いてると、はいどうしたんじゃ、はい、と言って、まあ、そこに行くシーンがありますよね、はい、その時にそのじいちゃんばあちゃんはちゃんと自分の名前名乗ってるんです。スサノオは名前名乗ってないんです、はい、この瞬間にこのスサノオは高貴な方に違いないと分かるわけです、はい、でスサノオは何と自分の名前を言ったかというと私は天照大神の弟であると名乗ってます、はいはい、名前言ってないんです、うんうん、つまり名前を言わないということはまさに高貴なお方であるということが分かる、はいうん、で高貴なお方であるということが分かるからそのスサノオがいきなりですね、はい大和のおろじ退治を
山田道路氏を退治するという前に、はいはい、娘くれ、はい、娘さんは俺にくれ、はい、退治するって言ってないですよ、はい、山田道路氏で困ってる、うん、次に娘が食べられちゃうかもしれないって言って泣いてるところに行って、はいはい、でお前は名前なんて言うんだ、あそうか、俺はじゃあ娘くれ、はい、王様ですね、まさしく王様すごいですよね、はい、それもですよ、うん、その時の佐野というのは、はい、高間原を追い払われた、はい、追い払われたばっかりですから、うん、両手両足の爪抜かれて、はい、服装だってボロボロなわけですよ、はい、もう小敷みたいな格好していて爪もなくて、うん、もう傷だらけの状態でこんなになっていって、お前名前なんていうんだってこんなことやってるんです、はい、でもこの老人夫婦は分かりました、娘差し上げましょうって、はい、言うんですね、言っちゃうわけですよ、はい、なんでそうなるかっていうと、名前を名乗らなかった、隠したということは高貴なお方に違いなく、はい、高貴なお方が本来であればオロチに差し出すべき娘を、うん、俺によこせと言ったということは、うん、この人が責任を持って対峙してくれるに違いないという、そこにも信頼が生まれてるわけです、はい、つまり本当に大切なものは常に隠す、うん、大事なところは隠す、はい、っていうのがまあ、当時の、うん、基本的な文化としてあったわけで、はい、その意味で古事記というのは日本書紀に書かれていない日本の統治の非常に大切なことが書かれてる、はい、だから古事記をただの神話で子供向けのおとぎ話みたいな形で読むんではなくて、はい、古事記に書かれていることっていうのをもっと虚心坦懐にしっかりと読み込んでいくっていう必要があるんじゃなかろうかと思うんですけどね、うん、でそういうものがなぜ出来上がったのかっていう、ここが大事なんですが、はい、まあ、冒頭申し上げましたように、まさにルネッサンス運動なんです、うん、日本っていう国の形っていうのがその神々の世にまさにあった、はい、うん、それがこう蘇我のエミシやイルカの時代に崩れそうになった、うん、崩れそうになっていく中で大化の改新が起こり、そして、もう一回改めて日本という国を取り戻そうとした、はいはい、この日本という国を取り戻そうとした動き、これは実は歴史上2回あるんですね、うん、一つが大化の改新、はい、もう一つが明治維新、うん、つまり7世紀と19世紀、はい、同じことが実は起こっていると、うんうん、この、 その最初の日本を取り戻すという運動が起こった時に作られたのがこの古事記と日本書紀だった、はい、で古事記と日本書紀において何がされたのか、神代の昔から続く日本の国の形っていうものを明確にここに描き出した、うん、ただしその時にその諸外国向けに書いたものには大事なところは実は書いてない、うん、隠した、でも隠しただけでは伝わりませんから、はい、本当にある程度理解できるレベルに達した人には分かるように古事記をちゃんと取っておいたっていう、うん、そういうつながりがであるわけです、うん、まさに本当にだから日本の文化を取り戻していくという、はい、その活動の中の一環としてこれが行われてる、うん、その後和歌の編纂なんかもされていくんですよね、はい、歌集が作られるんですけれども、はい、こういうものもやっぱり日本文化っていうものを改めて見直そうじゃないかっていう一環として和歌集 の、 編集がされたりもしていってます。うん、普通に歴史の学んでるとね、たまたまこの時期にできたんだみたいな感じで書かれてるっていうか、まあ、さらっと流されてるので、はい、もう本当に数行じゃないですか、編纂されましただけなんで、はい、でも前回ぐらいから、前回じゃないですね、この第3章の話をずっと聞いていくと、はい、国難があり、はい、国の存亡の危機があり、はい、それでなんとか、まあ、負けはしたものの唐の侵略は防ぎ、うんうん、そして新しい国の体制を作り変えて、そしてこの体制で大法律令を作ってさあ行くぞというところで決まったので、ここまでの一応自分たちの国のルーツなり考え方ということをここでしっかりまとめて後世に残しておきましょう、はい、そうですいうふうになったんですね。一、はい、点補足いいですか。一、はい、点だけ言います。日本、そう、中国における史書、はい、歴史書っていうのはあくまでも王朝の正当性を担保するものですね。担保するものです、はい。日本における古事記日本書紀というのは正当性を担保するものじゃないんです。はい、日本の歴史伝統文化っていうものを取り戻すためのものだって、うん。はい。正当性の問題ではなくて文化そのものを追求したものだっていう、うん、この違いはね、やっぱり大きいもんじゃないかなと思いますね。はい、うん、いやですからやっぱりその国学を追求した元居宣長が古事記伝を書いたっていうのはそういうことにつながってくるし、それを学んだ人たちが明治維新の立役者となっていったということになるんですね。まあ手前味噌ですが、私もそういった思いでですね、古事記の紙芝居なんかを作っておるんですが、まあなかなかそこまで話しても分かってはいただけないので、まああくまで日本のね神話歴史を知りましょうということで、やってますけれども、まあ、古事記日本書紀、本当にこの時代の歴史の流れの中でなぜここで作られたのかと、はい、でなぜ古事記は
ね、そういったふうにすぐに表に出せれなかったのかという話を今日は聞いてまいりました。はい、はい、中で次回はちょっと文化のところに目を向けたいと思いまして、ね、はい、これ面白い飛鳥天平の文化はい、目で見る文化です、はい、進めていきたいと思います、はい、次回もどうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。